タラサラタラサラ。私は調査兵団団長エルビン・スミス。所属兵団を選択する本日、私が話すのは率直に言えば調査兵団への勧誘だ。そうだ、全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。